結果的にナンバーアンダーラインアイはワイヤードミュージックフェスティバルで大成功を収めた。彼らのパフォーマンスが終わると、会場には興奮と感動の余韻が残り、ファンたちは SNS を通じてその感動を共有し合っていた。音楽フェスティバルは、アーティストが観客と直接つながる特別な空間であり、ステージ上でのパフォーマンスがその場の雰囲気や観客の反応を左右することが多い。特にヒップホップやダンスミュージックの世界では、 アーティストの登場方法、セットリスト、パフォーマンスの緊張感が重要な要素となる。そんな中、ワイヤードミュージックフェスティバルに参加したナンバーアンダーラインアイは、非常に印象的なステージを披露し、観客を圧倒させたようだ。今回のナンバーアンダーラインアイのステージでは、まず注目すべきは MC なしで6曲をパフォーマンスしたという点だ。一般的なライブでは、 アーティストはパフォーマンスの合間に観客とのコミュニケーションをとり、空気を和らげるためのトークが行われることが多い。しかし、このステージでは一切のトークを省略し、曲とパフォーマンスだけで観客を引き込み続けるという選択をした。これによって生まれる緊張感と集中力が、観客の没入感をより強化したことは間違いない。さらに、1曲目に披露された、ナンバーズでは、 各メンバーが順番に登場するという演出が行われた。この登場方法は非常に効果的で、観客に一人一人の存在感を強く印象づけることができた。特に岸くんがソロでステージに現れた瞬間は、多くのファンにとって驚きと興奮の瞬間だっただろう。彼の堂々とした姿勢と力強いパフォーマンスは、続いて登場した神宮寺くんや翔くんとの対比を生み出し、ステージ全体にダイナミズムをもたらした。 セットリストに関しても、非常に戦略的な選曲が行われていたようだ。ナンバーズに続く、ボン・フジ・スクエア・アンダーラインワン、i n 1 INZM ゴートという流れは、観客を休ませることなく一気に盛り上げていく構成になっていた。特に INZM やゴートといった楽曲は、観客の熱狂を一層高める役割を果たした。これらの楽曲は、もともと強いビートとリリックが特徴であり、 ライブパフォーマンスではさらにそのエネルギーが増幅される。このような楽曲が連続して披露されることで、観客も自然と体を揺らし、声を上げることになる。さらに、今回は観客の中に普段はナンバーアンダーライン愛を知らない人たちも多くいたというが、そのような観客たちさえも次第にパフォーマンスに引き込まれていったという報告が多く見られた。特に最後の「強盗では、 最初は興味を持たなかったような観客さえもノリノリで踊り始めたというエピソードは、彼らのステージがどれほど圧倒的だったかを物語っている。今回のパフォーマンスの一つのハイライトは、各メンバーの個々のパフォーマンススキルが際立っていた点だろう。岸くんのソロでのスタートは、多くのファンにとって意外であり、また感動的な瞬間だった。彼は過去にも数々の大舞台を経験しているが、 今回のステージでもその安定感と存在感を遺憾なく発揮していた。また、神宮寺君のさらりとしたパフォーマンススタイルは、観客に安心感とともに独特の魅力を提供していた。彼の動きや表情には自然体のカリスマ性があり、それが観客を引きつける要因となっている。そして、翔君はその圧倒的なエネルギーとカリスマ性でステージを締めくくった。彼の登場はまさにフィナーレにふさわしく、 観客全体を完全に掌握していたといえる。衣装に関しても、ファンの間では多くの注目が集まった。特に翔くんのヴィトンのデニムとハーレーのスタジャンという組み合わせは、多くのファンから、かっこよすぎるという声が上がっていた。また、パフォーマンス中に上着を脱いだ瞬間は、さらに会場の熱気を高めたようだ。岸くんのウェットなオールバックの髪型や、神宮寺くんのデニムジャケット姿も、 それぞれぞのキャラクターにマッチしており、ビジュアル面でも完璧なステージを作り上げていた。今回のパフォーマンスのもう一つの特徴は、彼らが「フードは名古屋」というフレーズを通じて地元愛を表現していたことだ。特に翔くんがこのフレーズをステージから叫び、名古屋の観客との特別なつながりを感じさせる瞬間があった。このようなローカルな要素を取り入れることで、観客はより親近感を持ち、ステージとの一体感が生まれる。 このような演出は、観客だけでなくアーティスト自身にも特別な感動を与えるものであり、ファンたちはその瞬間を共有できたことに感謝の気持ちを抱いている。また、今回のステージはパフォーマンスのみならず、彼らの内面や友情を垣間見ることができる場面もあった。ステージ裏での3人の様子がファンに伝えられたことで、彼らの人間的な魅力がさらに浮き彫りになった。特に翔くんがジャンケンで勝ったにもかかわらず、 君が叩かれてしまったり、神宮寺君がうまく場を和ませたりするエピソードは、3人の絆が深く、そして互いに信頼し合っていることを示している。彼らのこのような一面は、パフォーマンスとはまた違った魅力を持っており、ファンにとっては非常に感動的な瞬間だっただろう。彼らの今後のツアーやパフォーマンスにも、大いに期待が寄せられている。今回のような強力なセットリストと圧倒的なパフォーマンスが続けば、 さらに多くのファンが増えることは間違いないなだろうまた彼らの成長とともにそのパフォーマンスの幅も広がりさまざまな音楽フェスティバルで新たなファン層を獲得していくことが期待されている彼らの世界観はどんどん進化し続けているがファンを置いていかないという姿勢が一貫している点も彼らの魅力の一つだろうナンバーアンダーライン愛はこれからも多くの人々に感動と興奮を与える存在であり続けるだろう 彼らのパフォーマンスを通じて、音楽の力が人々を結びつけ、共感を呼び起こす瞬間がこれからも増えていくことを願ってやまない。ナンバーアンダーライン愛がこれほど多くの観客を魅了し続ける理由は、単に技術的なパフォーマンスだけではなく、彼らの音楽に込められたメッセージや精神性、そしてそれをどう表現するかという真摯な姿勢にもある。彼らの音楽はジャンルを超えて、広い層に共感される要素が多く含まれているが、 それは単に表面的な要素にとどまらない。彼らの歌詞には個の経験や現代社会の中で生きる若者たちの抱える苦悩や希望が織り込まれており、特に若い世代のリスナーにとっては自己表現や共感の場として機能している。ライブパフォーマンスにおいて、そのメッセージがよりダイレクトに伝わる瞬間は、彼らのステージが単なる音楽イベントを超えた存在になる大きな要因だ。また、 ナンバーアンダーライン愛はパフォーマンス以外の場でもファンとのつながりを大切にしている。SNS を活用してファンとの交流を図ったり時には舞台裏の様子を公開して親しみやすさをアピールしたりすることでファンたちに対して自分たちは手の届かない存在ではないという印象を与えている。これは特にファン層が若年層を中心に広がっていることを考えると非常に効果的な戦略だ。 彼らはパフォーマンスの場だけでなく、日常的なコミュニケーションを通じて、ファンとの絆を築き上げているのである。一方で、アーティストとしての挑戦を続ける姿勢も彼らの大きな魅力だ。音楽的には常に新しいスタイルやサウンドを取り入れ、進化を続けている。特にヒップホップというジャンルにおいて、革新性は成功の鍵となる要素だが、彼らはその点においても優れた感覚を持ち合わせている。 これまでのライブや楽曲の中で見られるように、彼らは時に伝統的な要素を取り入れつつ、時には斬新なアプローチを試みている。その結果、常に、次は何をするのか、という期待をファンに抱かせ続けている。さらに、メンバー間の相互の信頼と友情がステージ上でも裏側でも強く感じられることが、ファンにとっての安心感や共感を呼び起こしている。個々が持つキャラクターが際立ちながらも、 グループとしてのまとまりが一貫して感じられるのは、長年一緒に活動してきた彼らの絆の強さゆえだ。ナンバーアンダーライン愛は、互いの存在を尊重しつつ、個々の強みを最大限に活かしながら共通の目標に向かって進んでいる。これが、彼らのパフォーマンスが単なる技術的なレベルを超え、感動を与える理由の一つだろう。今後の活動においても、彼らはより大きな舞台へと挑戦していくことが期待されている。 国内外での活動範囲を広げ、国際的なフェスティバルやイベントにも参加していく可能性がある。すでに一部の海外ファンからも注目されているナンバーアンダーライン愛は、これからさらに多様な文化や背景を持つリスナーに対してもアピールしていくであろう。そして、音楽を通じて国境を越えた共感やつながりを生み出すことができるアーティストとして成長していく可能性が非常に高い。ファンの期待に応えるだけでなく、 その期待を超えて新しい驚きや感動を提供していくことは、アーティストとしての成功に欠かせない要素であり、ナンバーアンダーライン愛はその点でも卓越している。彼らの今後の活動がどのように進化し、さらにどのような形でファンを驚かせ、感動させるのか、ますます目が離せない。ワイヤードミュージックフェスティバルでのパフォーマンスが示したように、彼らのステージには観客を圧倒する力があり、 それがさらに多くの人々に伝わっていくことは確実だ。